前回の動画では近くにあるものを言うときに This is, this is my room これは私の部屋ですいろんな練習をしたねと遠くにあるものを言うときこれは別の単語を使いました That is a station ステーションは駅ってねあれは駅です That is a tree あれは木ですとそういうふうにして This is, that is の表現をやりました今回この動画でちょっと 補足し,しておきたいのはこの単語です。my です。ちょっとこの単語をえって思わんかった。だって私って今まで別の単語で出てきたよね。例えば私は大阪出身です。これは何て言っていんだっけ ?I am from Osaka でした。私は何々ですっていう時は I am を使ったよね。あれ私って 愛じゃないって思わなかった思った人もいるかもしれません実はこの「舞」っていうのは私のやねそしてこの文はちょっと難しいんやけど私は大阪出身ですま国語でやったかな私はっていう主語として私私を使ってるんやね実はこういうふうに英語では使う部分使い方意味によって同じ私でも 単語が変わるんですうわめんどくせえって思うよね。私はとか私ので単語が変わるので別々に覚えないといけません。まあでも実はこれ英語はまだ楽な方で英語と同じような仲間にあるフランス語とかドイツ語とかスペイン語はこれの変化がもっとたくさんあります。まだまだ英語は少ない方なのでそういう歴史があるんやと思って覚えてください。私はと言いたい時きは I を使いましょう。私のと言いたいときは、my を使ってください。なので、this is my room これは私のペンですったら、this is my pen This を使って、あ、my を使ってやってあげたらいいんやね。ちょっと前回の動画で言えんかってんけど、この this、は実は人でも使えます。this is my friend とかでも OK これは私の友達ですと、OK。 紹介し,したいときとかにこちらは、ね、こちらは、この人は私の友達ですというような表現もできます。friend、友達という意味です。そして、この私にこういう変化があるんやったら、これやったよね。あなたはトムですやったらどうなるか ?you are Tom。ここでも同じ変化が起こります。あなたはトムですのときは、 っていう単語を使ったんやけど、あなたのっていう時は、また、まいと同じように別の単語が出てきます。これはあなたのペンですやったらどうなるのかっていうと、This is your pen になりますよと。めんどくさいね。でも、覚えてしまったらもうあとは OK です。あなたについても、I、愛とまいと同じように あなたはの時は、You を使います。けど、あなたのペンとかって、No で使いたいときは、You are を使ってください。I, my, you, you are。これ、形が変わるんやていうことを押さえておくようにしましょう。そして、最後、もう一つ。I と My, you と You are 分かったけど、例えば、トムの部屋とか、ケンの友達とか、太郎の お兄ちゃんとかっていうになったらたくさん単語を作らなあかんやねそれをいちいち作っていると大変なので「誰々の」と人で言う時はこういう決まりで単語を作ってあげるとかつけてあげますなので例えば「剣の」っていう時は剣の後にアポストロフィー上の「ちゃん」をつけて「S」をつけたらいいんやねこれのことをアポストロフィー S と言ったりします。人の名前の後にアポストロフィーと S をつけてあげるとこれでケンのという意味になるんですこれはそんな難しくないよね Ken's Ken のという意味になりますなので例えば This is my pen これは私のペンですをこれはケンのペンですにしたければ This is Ken's アポストロフィーつけてペンとこれで OK です これはトムの部屋ですにしたければ This is Tom's room とこういうふうにしてあげれば OK なわけね。なれなれの誰誰のっていうときはアポストロフィーに S をつけて単語を作ってあげてください。